はい、今ブリーチのシャンプーが終わったところなんですけれども、これにモモンガトリートメントでケアをしていきます。まずですね、モモンガ、ブリーチで毛髪がちょっとアルカリに触れてますから、こういう時の方がモモンガ作用しやすいというか深い位置まで入っていくので、モモンガをした後にオニヤンマをつけていきます。はい、でモモンガの染料がちょっと入るんで、それが結構マイルドな仕上がりになってくれたりとかしてくれます。はい、だいたい、お湯が10のモモンガが1ぐらいで混ぜてるものですね。これをちょっとつけていきます。国産ハーブ使ってるので、はい、髪の毛が強化できます。ハーブだけじゃなくていろんな成分が使われてまして、はい、栄養だと思ってください。まあ、こんな感じですね。つけてコーミングをします。はい、全体につけたらコーミングを、ちょっとだけコーミング、ただちょっと修練してるので、ちょっと引っかかる可能性もあるんで、まあ、ちょっとそんなにガンガンやんない程度に。そうしましたら手首ぐらいまでお湯をためて全体に循環をさせていきます。こんな感じですね。はい、栄養を入れていきますね。タオルを使いながらやると非常に楽です。タオルを使って、このネープとかはタオルに含ませたやつでなじますような感じですね。はい、でしっかり絞っていただいて一回してます。そうしましたら今度オニヤンマをつけるんですけど、毛髪内部がアルカリに傾いてますので、そのアルカリを、少し酸化させて髪を落ち着かせていきます。はい、こちら、残留アルカリをちょっと除去していくためのものです。このジェル状のものを使って、これオニヤンマジェルソルトっていうものなんですけれども、これを全体につけていきます。で全体に揉み込んでいったらコーミングをします。先ほどと同様チェンジリンスをしていくのですが、手首まで溜まったお湯でまた全体にオニヤンマジェルソルトをなじませていきます。ネープの方はタオルに染み込ませたやつで、はい、こんな感じでちゃんと耳の裏とかまでしっかり全体に塗布をしていきます。はい、でやりましたらここで1回流します。はい、そしたら髪の毛を絞りましてカラーに入ります。今回ご用意したカラーはこちらです。青くしたいので、ただまあこれ乗せてみないとやっぱ分かんないので、後でちょっと調節する可能性もあるんで、これでいいかどうかがちょっと分かんないので、大体の予測でしかないので、まずこれを乗っけます。わーって、はい、よし、この後ろとか、はい、つけます。で通常のカラーだと結構塗りづらいんですよね。塗りづらいって言っても、なんていうのかな、結構粘度が硬すぎちゃって、これだと早いんで、まず根元の方ちょっと濃いめに入れたいので、で塩基性カラーと合体させてる理由としては、塩基性入れた方がちょっとだけビビッとな色になるのでちょっと入れてます。今起きてる問題点としては、中間から毛先に残っている残留の染料ですね、これが邪魔をして、ちょっと色がね、なかなかバシッと入らない状態ですね。今は根元の方はもう綺麗に入ってるんで、まあ、そこをどうやって潰していくかっていうのが課題ですね。
あの残留してるの削るのはもうちょっと限界があったんで、あとはもう薬剤の塗布する色味でちょっと、対応していこうかなって思ってます。やっぱ中間がねちょっと入らないんで、ここの中間をちょっと潰すために中間穴埋めとかしていこうかなと今考えてます。基本的な薬剤は変えないですね。軽く流したんですけど、今度カラシャンをしていきます。これカラシャンどういう風に作ってるかっていうと、でそれにシャンプーを5プッシュ入れて、作ってます。こういう感じで、はい、でこれでシャンプーをしていきます。僕はこのやり方で結構最近はやってます。でこんな感じでシャンプーをして、そしてシャンプーっていうか根元の方をちょっとこうすり込んでいくような感じですね。結構ね、後ろのセンターの後ろのとことか結構ムラになりやすいんで、あともみあげとかそういうとこですね、そこ塗ったらあとは通常通りシャンプーをしていきます。通常のカラーでしたらピンクスパイダーをつけるんですけど、ピンクスパイダーのアルコールで色飛びしてしまう可能性があるんで、僕はこういう場合はもう余計なことせず、このままリンスをつけて、ムササビクリアコートをつけて終わっちゃいます。いけそうな時は全然もちろんつけるんですけど、こういう場合は、つけません。色抜けちゃったらまた振り出しに戻っちゃうんで、まあ、そんな抜けたりはしないんですけど、乾かすとやっぱ色飛びしちゃうんで、結構濃いめで終わらせたいので、こういう時は余計なものつけない方がいいですね。なので余計なものつけません。中間処理だけしっかりするって感じですね。今これリンスをつけてます。敷シャンプーのリンスをつけて、はい、全体流して、結構ロングなんで8プッシュぐらいちょっとつけました。で濡れてる時につけた方が薄く広がってくれるので、僕はそっちの方が好きです。ドライの状態でも使えるんですけど、基本ウェットでつけた方が、はい、でつけるとこういう白い、こう液状に変わるので、まあ、こういうブリーチモードの時はもうシリコンが必要になりますからね、はい、このように白くなります。